地域県立音楽院はフランスにおける公立の教育機関であり、子供向けの準備過程から音楽家養成の専門課程までを有した音楽教育機関である。一般に地方音楽院と呼ばれる。略称は CRR。少数精鋭の国立高等音楽院とともにフランスの音楽専門教育の中核をなす。またこの記事では、 地域県立音楽院とともに音楽教育の母体をなす、県立音楽院及びコミューン立音楽院についても合わせて記述する。2006年10月12日に発布された政令により、地域県立音楽院及び県立音楽院は国立地方音楽院、国立音楽学校の代替機関として設置された。これにより、両機関に対する権限が国から 各ののの地方自治体へと移譲された。それまで財政は国の地域文化行政局の統括下にあった。コミューン立音楽院は同性例より私立音楽院や都市部の区立音楽院の組織を一元化した代替機関として設置された。現在、41校の地方音楽院と105校の県立音楽院及び245校のコミューン立音楽院が存在し、 各々のの地方行政により運営されている。いずれも音楽院によっては舞踊、演劇の教育機関を兼ね備えている。学習過程は、初心者から上級までの教育過程によって組織、されている。現在、地域県立音楽院及び県立音楽院で支給されている音楽研究資格は、国立地方音楽院、国立音楽学校の時代から現在でもなお、 支給され続けている最も上位の資格であるが、以下のような特殊性を抱える。音楽研究資格はフランス独自の資格制度であり、演奏家や音楽の実践者として国が認定する資格であるが、高等教育資格は含まれていない。したがって、一般に他の欧州諸国における音楽大学が発給する高等教育資格を含めた国家資格と比べた場合、 価値に差があるこれまで音楽院として学業を修了した音楽家に対して高等教育資格を発給できるのはパリとリヨンの国立高等音楽院の2校であり他にはフランス独自の組織である音楽舞踊教育者養成センターや大学の音楽研究科といった機関であったこの状況により地域県立県立合わせて150校近くの フランスが保有する多くの音楽院で学んだ音楽家の多くは実践能力があっても欧州諸外国における教育関係や学歴考慮の就職採用において不利な状況を作ってきた。これを打開すべく現在一部の地域県立音楽院はボローニャプロセスの履行により大学との提携を進めることで専門家庭を収めた演奏家に対して学士 修士の学位を発給できるように制度改革を行っている。パリ地方音楽院、ブローニュイコールビアンクール地方音楽院の2校では、ソルボンヌ大学との提携により、2007年度より他に先駆けて学士の資格発給を行った。しかし、現在でもなお、スイス、ベルギー、スウェーデン、オーストリアといった諸国は、音楽家に対する高等教育資格を発給できる、 音楽教育機関をフランスよりも多く有しており、スペイン、イタリア、イギリス、ドイツに至っては、学士から博士に相当する高等教育機関が、フランスのそれに比べて、依然として10倍近く存在している。また、現在、別の打開策として、学士、修士に相当する国家演奏家高等資格の創設が計画されている。これは、将来的には、 すべての地域県立音楽院と県立音楽院がこの DNSPM によりバカロレアプラス3年の学士に相当する教育機関となることを目標としたものである。ところがこの計画はパリとリオンの両国立高等音楽院が修士、博士に相当する完全5年制の大学院大学の扱いとなることを見込んだ上でのものであったため2008年 現在の現状では、国立高等音楽院の方が、高等第1課ほど、高等第2課ほどの学士、修士相当の教育課程を採用している状況では、実現にはまだ時間がかかるとみられる。フランスの音楽学校一覧を参照。ありがとうございます。